一体何してたんだ。ええ、バレてしまいましたか。実はその料理には坊っちゃまが私を好きになるお薬、いわゆる惚れ薬が入っているのですよ。惚れ、それに気づくなんてさすが坊っちゃまです。なんだと。主人の食事に惚れ薬を入れるなんて、やっぱりこいつはただのメイドじゃない。